庶民、恩塾。庶民恩塾。庶民恩宿は、杉義春が1975年4月に、実業の日本社、漫画サンデーに、吉坊の犯罪と共に発表した27ページから、なる、短編漫画作品。双葉社から、アクションコミックスのレーベルで発行された、短編集、リアリズムの宿、杉義春、旅作品集に収録されている。海辺の女系。 1967年9月、赤い花。1967年10月、西聖田村事件。1967年12月、長八の宿。1968年1月、二股渓谷。1968年2月、オンドル小屋。1968年4月、本屋らほらの弁さ1968年6月、リアリズムの宿。 1973年11月、などの一連の旅物に続く作品で、最後から2番目の作品になり、この後、旅物と言われるものは5年後の合図の釣り宿をもって、終わりを告げる。堺井旧、調布市小島町810、現住所、調布市玉川7丁目9番地に時代の作品。1974年月に告げは、後の夫人である、藤原薪と共に、 ひなぎくそうから荻ぎに移り、一から二ヶ月後に再び調布へ戻り、九月からは、堺草に住み始める。胸続きには、大家が住んでいるアパートであった。堺草時代の作品としては、当作品のほか、退屈な部屋、日のタワー群れであり、校舎は、堺草をモデルにしている。藤原茉家が競輪場の慶応閣でアルバイトをしていたのも、この時期。 一年後の1975年11月には、長男の誕生を機に正式結婚する。筋は、実際の房総半島への旅行がヒントになっており、実在の地名が散りばめられるが、すべてフィクションである。ユーモアを交えた巧みなストーリー展開と構成力、二人の男の漫才を思わせるセリフのやりとり、また緻密な描写は、次の作品の中でも出色であり、 畳の目一つずつや闇のニュアンスまでが克明に描かれている。特に宿屋やセックスシーンの描写はリアルである。またセリフも多く上舌であり、一般読者をも引きつける通俗性も持ち合わせている。告げはこの作品を書いた理由として教承人と承認宿を題材にした作品を書きたかったことを挙げているが、好きな題材を扱ったことから大変乗ったと語っている。 この作品より遠近法を無視したり、人間と畳の大きさの対比に見られるようにわざと、バランスを崩す、あるいは天井を外し俯瞰するなど新たな画法を採用しており、その後の夢物ではさらに誇張され、描かれるようになる。千葉県の千倉で泳ごうと二人乗りのバイクで出かけた、主人公の青年とニヒリストを自称する友人は、夕暮れ時に道に迷ってしまう。途中で知り合った、 山梨の行商人の紹介で一緒に一人暮らしの老婆の農家に泊まる。一行は老婆の勧めでウイスキーを飲み、酔いつぶれた老婆が寝入った後に行商人から涙ながらの告白を聞かさる。五年前のこと、行商人が上宿にしていた鴨川の宿屋の夫婦とは家族同様の付き合いであった。ところが彼らは小宝に恵まれないという悩みがあった。ある夜、 晩酌をしている主人から、妻に、母親としての喜びを味わわせてやりたい。ついては、妻を抱いてほしいと頭を下げられる。行商人は一度に、余韻の冷める思いがしたものの、夜中に布団部屋を覗くと、明かりが灯り、奥さんが一人本を読み横たわっていた。その夜は、何事もなかったものの、翌日目を真っ赤にした奥さんから、恥をかかせないで、 長いこと考え抜いたことなんですと告げられ、動揺する。その夜、行商人は、不死だらな気持ちもあってついに、奥さんと好意に及んでしまい、そのことで、深い罪悪感に苛まれるようになる。主人公と友人の二人は、男の、罪深い話を聞き、思わず興奮するが、寝ていたと思った老婆までひょっこり起き出し、聞き耳を済ませていたことが知れる。さらに話はそれだけでは終わらない。 三年後に行商人がそれとなく、様子を伺いに行くと夫婦には、子供ができていた。自分の愚劣な心も知らずに生まれてしまった子が不憫で、ならないと涙ならに訴える、行商人に、青年だわ、愚劣であろうと神聖な営みであろうと人間の、生まれるのは偶然じゃないですか、などと慰めるが、恐竜に妻や子がいる行商人には通じない。翌日、二人は、 好奇心から行商人に聞かされた、鴨川の宿屋を訪れる。そこで、宿のお手伝いのおばさんから、子供はもらいごであることを聞かされる。話に聞いた奥さんも現れるが、大変不愛想であり、床の間には、主人が帰ったという、ついたち、和などという掛け軸がかかっていたりする。晩酌の酒も水で薄めたように薄い。高揚していた二人の気分は、次第に落ち込んでいく。 翌日、房総半島の海岸線を北上する二人の乗る、バイクの後ろ姿。やるじゃないの庶民も、ニヒリストも顔色なしだ。二人の会話で話は締めくくられる。1966年、昭和41年8月、次は、友人の立尺と、オートバイに二人乗りして、千葉、内房のふっつみ先へ、海水浴へ行き、同時に、東京湾観音、中寺を見物し、 立山で日が暮れた。宿を探すが見つからず、地倉へ向かう途中で道に、迷い真っ暗な田んぼ道を長く走り続けた挙句に、ようやく一軒の寿司屋と、亀田屋という旅館ともう一軒の隣接する旅館を見つけ、そのうちの一軒に投縮する。周囲は田ばかりで、その一角だけ人家が固まってあるような寂しい場所で、宿屋も含めどの家も平屋で、ほとんどの家は雨戸を閉め、 宿屋と寿司屋の明かりだけが道を照らしていた。しかし、そんな場所にふさわしくなく、宿には、鍵の手の土間があり、土間の隅には、すのこが敷かれ、壁には番傘がかかり、帳場には、目の高さをこうしでった机や長火鉢、黒光りする柱時計、紙棚、招き猫などが揃っており、さながら時代劇のセットを見るようであった。当日下は、商人宿や、 木賃宿の趣きの,の残る旗子風の宿を好んでおり、教師を感じたのだが、さらに田舎の粗末の旗子に似つかわしくない三十、前後の物腰の上品な女が対応に出たため、胸を疲れる思いをする。翌日、その女は宿の家族ではなく、女中だったことを知り、田舎っぽい宿の家族より、ずっと気品がある女中の風情を、次はキーに感じる。出発の際には、女が道に出て、 オートバイが消えるまで手を振っていた。立石はそれに応えるように、オートバイの尻を振ってみせた。その女の風情が、次への心の中には、いつまでも残り続けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。